はい、ということで、いいねいいね、絶好実況も最高、しゃべるバーの翔平です。ということで、今回もドラゴンクエストモンスターズ3、魔族の王子とエルフの旅をやっていこうと思います。その4かな。その4です。ということは、4時間ぐらい。だいたい約やってるんじゃないかなっていう、状態でございます。また序盤中の序盤ということで。ね。めちゃめちゃ頭のいい人はすぐ終わるんでしょうけど、僕はね、なんか、ゆっくりゆったり自分のマイペースでやっております。今ちょうどね、赤ワインも飲みながら、水も飲みながらやっております。昼飯は今日はうどんと天ぷらを食べながら、ちょっとジャンキーやったんですけど、はい、待って、あ、そう、なんかで、なんか、あ、もう一回、あ、そうそうそう、これオンラインダンスもできるって言って、次回やろうかなみたいな話をしたけど、まあ今回は一体かオンライン繋げてないんで、また次回、また次回って言ってるけど、オンライン繋げてね、やれる時があればやろうかなと思います。そうか、これこっから出れたよね、俺知らんかったな。そうか、なんか前回こっから出れなくてルーラー使ったんですよね、確か。これは控え室牧場、ちょっと待って、その魔界にどうやって行けんのって話と、前回確かなんかあれっすよね、闘技場とりあえず行って戦ってみたらいいんじゃないかって話は出てたけど、そんなこと言ってたっていう話なんですよね。だからちょっともうちょっとだけこのビルもう一回だけ再度確認してみて、もうどうしても無理だったら、まあ闘技場で、なんどうした、あ、なんかその、どうしても、何もなさそうだったら僕はまあ社内に闘技場でやっていきますけど、うん、これ確か道具やったっけ、ちょ、ゴールド預けるね、負けた時のためにね。ここからは出れないんや。これを全部集めると魔界に行けるとかなんかな。それかアイテムでその魔界に行くやつとかないよな。安直すぎるか、金で買えんか、魔界はね。魔界に行く権利、金では買えないよね。前回はロザリーやったっけ、なんか妖精の女の子、妖精エルフか、エルフの女の子が、あれっすよね。1個開けてくれたんですね。お、なんかある。え？あれ？いけるやん。え？前回行けなかったよね。なんで？前回行けなかったっすよ、多分。見間違えたってこと？あれ、ちょっともしかして、新しい魔界に到着した。行けたわ。魔界に到着した。あ、さっきもしかして魔界にいたんや。あ、内装一緒やから気づかんかったけど、魔界にいたんや。あ、俺勘違いしてた。ってことは、今ここ魔界。今ここ魔界で、魔界でもこれ道具屋とかあるんや。で、魔界のここからは出れない。ごめんなさい、間違えた。じゃあ、一回行くか。一回から行けんじゃない？出たら魔界なんや。あ、謎が解けたわ。勘違いしてた。じゃあ、闘技場関係ないんじゃん。魔界にも、たくさん、魔物の気配がします。ちょっと割っとく、これ。猫ちゃんいるやん。あんま関係なかった。瓶割りの達人になる、僕。よし、条約層ゲット。はい、なるほど。これで魔界の方に繋がってんねや。よかった。前回ちょっとどこ行ったらいいかわからんかったんで、大丈夫かなと思って。ちゃんと聞いとかなあかんすね。覇王城の魔界初級。まあ、そら初級か。まあ、初めて4時間ですからね。早い人やと、4時間で中盤ぐらい行ってたんちゃいます。僕ちょっとかけすぎな感じもするんで。ここが魔界。まがまがしい空気に身が凍りそう。ちょっと寒そうやしね、日当たりが悪いから。Welcome to 魔界にゃー。ディズニーランドや。おっと、これは湿気。味はニャーゼル。魔界闘技協会の案内人だにゃ。あっちにも闘技場があるってことか。じゃあ、トラベライトをくれたのはあなた。しこり、あなたたち、ちゃんと魔界に来られたようで何よりに。ここは
道場の魔界。よくある。6つある魔界の一つにゃ。魔界はさらに3つのエリアに分かれてるにゃ。初級、中級、上級って具合にゃね。なるほどね。ということはこの魔界の一個の6個中の1個の、ここはその初級エリア、初級、中級、上級あるからサブログ18、18エリアあるっていうことなのかな、もしかしたら。それぞれに3つのエリア、そしてここは覇王城の魔界の初級エリアですね。なるほど、その通りにゃ。そしてあの大きな建物がエクサアリーナ、魔界で唯一の闘技場にゃ。へー、あそこに行けばバトル大会に出られるにゃ。強くなりたいなら行ってみるといいにゃ。まあ行くよな、そら。あなたの目的はワープしてエクサアリーナに出場することでしたね。早速行ってみましょう。行こう行こう、まあ、レベルアップしつつ魔界闘技場に行きつつ早く配合できるので、ちょっとこの子強そう。この子とこの子配合したらなんかすごい剣士もらえそうやな。スカウト行くよ。いや、でもいっぱいいるから弱いか。行け。いや、え、全然スカウトできへん。え、スカウトならできた。よし、強いんじゃない。じゃあ骸骨戦士、戦士、仲間だった。どうしようかな。この子はまあめっちゃいっぱいいたけどな。ザキ使えるやん。ザキって一発で殺せるやつやね。ポミエ、眠り攻撃、毒攻撃、まあ、全体攻撃使えた方が強そうやから一旦この子はまあなし。いやーでもほい、なしにしようか。預かり所に入れます。ちょっと倒したいね。一回倒させて。俺の的になってよ。俺の的になってよ。ギラ効きそうやな、ギラ。はい、バイザバ。まあまあ倒しました。まあそのまま進めていきましょうか。なんか奥の方に、まあ見たことない防御マンがいたから。防御マン。防御マン。防御力強そうやな。この子仲間にしようよ。防御マン。シールド小僧。全然仲間になりづらくない？え？怒りになったし。うわ。え？うわ。うわ。強っ。怒らしちゃったから。ハートブレイクショット。ギラギラ銀にさりげなくバギー、ホイミー、ナイス攻撃、いいぞ。うん、ちょっと強め、怒らせたからか。バギーザバー、くさー、スカウトできるのか。はい、ハートブレイクショット。そうか、まあちょっと頑張っていかんといかんね。ちょっと野生でちょっと手こずってるから、ちょっと道は全く開けてないな、まだ。お、来た、野生ドラゴン。野生ドラゴンじゃないの、骸骨戦士。はい、あ、え、ちょっと待って、なんかあんまり気にしなかったけど新しいやついるやん。あ、倒してない。ちょっと待って、倒さないで。オッケーオッケー、いいよいいよ。スカウトしよう、スカウトしよう。このステールイーター、ちょっと弱そうやな。今だ。うわ、スカウト失敗したし、
スカウトしたいよ、俺は。見つけたことないポケモンを。ポケモン言うてるけども。テールイーター、ゲット。生きた。よっしゃ。果たす。共に行くぞ。じゃ、この子弱そうやけどな、さすがに。テールイーター、カタツムリ。カタツムリは、サボポミエ、マボトラ。ちょっと弱そうやな。カタツムリやもんな。ドラゴン VS カタツムリってドラゴン勝つでしょ。シールドこそ。よし、シールドこそ、今度こそ。シールドこそ強そうやねんな、ちょっと。いきなり襲ってきた。よし、スカウト。今だ。シールドこそ強いな。防御力が高いんかな。ギラギラギーラ。よしよし、休ませた。ナイス。オッケー。ワンパンマン。ギラギラギーに詐欺できなく。オッケーオッケー、いいぞ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 。よしよし、調子今調子いいよ。よしよし、緑やな、川が。テールイーターいいよ。ハートブレイクショット。バギーラ、ギラギーラ、いいよいいよ。攻撃、まあ回復もさせてね。調子いいやん。防御小僧をゲットしたいな。イバラドラゴン、割り振りするか一回。翔平が刃砕きをゲットできるね。ちょっと待って、2でまず刃砕き覚えた後に疾風突きも覚えたい気持ちはあるけど、ちょっと翔平の攻撃力もアップさせとくかな。でイバラドラゴンの自然斬り、毒ガード、最大 HP アップもやりたいとこやけど、自然斬り、あ、もうやっちゃった。割り振っちゃった。まあいいや。ちょっと見せて、勢いに甘かしやっちゃったけど。まあいいか。コドラ。コドラはホイミ覚えさせたいよね。コドラ覚えたね。で、そのまま進みますか。シールド小僧がマジで仲間にしたい。骸骨やな。骸骨。お、シールド小僧いた。スカウト。今のところシールド小僧がね、まだ仲間になってくれてないですから。あ、スカウト失敗か。怒りや。ちょっと待って。攻撃力強いからね、怒ると。痛い。骸骨戦士。バギー。ハートブレイクショット。レブクダキギラ、ナイス。カブト割り、ザバ、ザバス、いいぞ。確かに、ね、イバラドラゴン、イバラドラゴン、ちょっともう一個単発で攻撃できるやつも作りたいな。一人に対しての攻撃の技も自然斬りやったっけ。とりあえずいいぞいいぞ。踊ってるチャンス。3人だけどな、今2人になった。お、休んだ。バギーラ、ギラギーラ、オッケー。よし、ザバス、いいよ、慣れてきた。慣れてきた。魔界はやっぱちょっと敵の雰囲気が若干ちゃうけど、何これ、何これ、チュルチュールやん、キスマンやん、リップスたちが現れた。でかい方リップスさせる。お、無理か、怒った。
舐め回した。潜る格好。おお、よしよし、いいぞいいぞ。うわ、リックスは魔法力が高いんだな、賢さが。うん、いい感じに花沢類もレベルアップしたし、スキルポイント出たから。花沢類ゾンビ斬り眠りガード、ゾンビ斬りゲットして、まあ、これもゲットして、一旦これでイカ焼きもラップしてるね。イカ焼きも12、あ、でも眠らせるってのは強いからラリフォーまで覚えさせたいな。 OK、 進めますか。ゴールはあっちよな。骸骨多いな。おー、ちょん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 だ。裏面から狙われたけど、まあ進めるか。ちょっと MP が大丈夫かな。MP 切れが怖いね。レベルアップしたら MP アップするよね多分。まあ、まあ、究極はあれやんな、あのまあ街に戻って回復させればいいけど。ゾンビ切り強ない。そかゾンビやからか、ゾンビ狩りには強いんや。スキルさ、これりょうくん入れとくか。賢さ16アップするもんな。ね。で、スラフォースのスライム叩き。スライムなんだかんだ強そうなんやな。目があったやつらはもう全員、あ、ちょっとあっちに敵いるな。これ敵？シャワー。たまたま出てきた。敵やと思ったら違ったと思ったら別の敵出てきた。待って、このお化けキノコ捕まえよう。よしよし、ゲット。はい、ゲット。よし。お化けキノコ。なんか魔法力高そうやけど。マジで、どうやってんだっけ。まあそうでもないか。飛ばしちゃおう。預かり所に。預かり所。牧場。まあええか。ちょっとな、牧場一回行ってみたいな。あれ、牧場のもうちょっとシステム知りたいな。とりあえず戦う。バギー。いや、全体攻撃助かるな、マジで。ゾンビ斬りも。もう HP 大台の100いけそうやな。モモンジャがもうマジハートブレイクショットが大活躍やな。モモンジャがもうレベル10になってるね。もんじゃ焼きが。食べ物の中でもんじゃ焼き結構好きなんよね。こうやって、シールド小僧ちゃう。よしよしよし。今度こそ、負けとしますよ。なんか道具使えねえだっけ？ここで使うべきなのかってとこもあるよな。まあ一回使ってみる。シールド小僧投げた上で、使うと。魔物の餌。で、この状態で、そんなやな。ちょっと待って、もう一回気がらして知ること。ああ、やっぱちょっとパーセンテージ上がってんね。それ26%ぐらいだから。いかった。ちょ、全然知ることをゲットできんや。欲しいんやけどな、小僧。もう小僧って言うと、小僧ってただの小僧やからな。シールドの方。
シールドと身代わりとかで立役としていいよな。お、レベル10になりましたよ。ナイス。お、シールドと仲間にするよ。え、ありがたい。このシールドよく見たらめちゃくちゃすごい顔してるな。シールド小僧はランク G、 あ、ランク見てなかった。ランク GG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  全部 G やったわ。G なんや。ってことはあんま強くないのか。フォイミベフォイミ大防御、大防御使えると多分あれよな、あのあれができるやんな、悩みどこやな。大防御はみんなの身代わりになるみたいな感じのやつよな。スカラは自分の防御力アップとか。刃砕き眩しいから。いやー、今微妙かな。ゲットはしといていいけど。まあ、そうやな。まあ、事前にね、やっぱなんとなくの技を覚えておくのは大事っすよね。このモンスターこんな感じかなみたいなのあるから。おっと、先制攻撃か。骸骨戦士。骸骨戦士って生まれた時から骸骨なのかな。骸骨を骸骨で、はい、なんかこう成功して、それともモンスターがこう魔法みたいなのを召喚したのか。けど人間がもともと死んだら魔法によって残されたら骸骨戦士なのか。こんな感じなんやろな。まあ、初歩のストーリーが気になるところではあるけど、敵いる？敵じゃないな。ここが多分その魔界のあれよな、ねえ、時闘技場、魔界闘技場、魔界闘すぎ場。いや楽しみですね。どんな感じなのか。今のところまあ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 適度に面白いゲームだなと思います。でかいかな。あ、でかいわ。似てるね、あのあっちのこう人間世界の闘技場とちょっと若干ダークというか闇を感じるけど、どうやら無事にここまで来られたみたいにゃね。これぐらいはな。ところであなた、魔物がもっと仲間になりやすかったらって思うな。思わにゃい？思うよ。魔界の魔物が仲間になりたがるのは名の知られたモンスターマスターにゃ。あ、そうなんや。ほとんどの魔界はそこの支配者を倒せば流しで渡るにゃよ。ただしこのエリアならエクサアリーナの G クラスで優勝すれば長上がるにゃ。そうなんや。じゃあ G クラス勝てすれば豪華な商品も手に入るし、決まって出場してくるといいにゃ。なるほど、めっちゃ教えてくれるやん、優しい。 G クラスで優勝すればこのエリアの魔物が仲間になりやすくなるみたいですね。まずは中でお話ちょっと話聞いてみよう。あ、受付とかもモンスターなんや。それは魔界やもんな。お前新人モンスターのマスポケ、モンスターマスターだな。選手登録してやろう。名前はなんだ、言いたくない。国名マスターかもしれん。分かった。じゃあお前のバトルネームはマスター X さ。これで登録させてもらうぞ。バトル再開3回戦だ。終わると回復する。まあ出ようよ。G クラスな。10ゴールドってことは100回ぐらい参加できるよ。今1000ゴールドぐらいあるから。めちゃくちゃ参加できるで。よいしょ。相手一人？あ、じゃあ審判か。ん？これ審判。骨リーダー。ちょっとダサいよな。マスターってだってあの全部やりきるみたいな感じやな。プロ的な、プロの X。
アイシングモンスター、これ、あ、モンスターがモンスター使ってるやん。強っ。ボスザル的な感じか。ふーん。もう一回戦ってみるか。ドゥ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 。ん？ちょっと？大丈夫か？大丈夫だな。はい。ハートブレイクショット、休み。攻撃。ギラギラギーン。いいぞ。ああ、防御力アップちゃう？でもか、あれは関係ないからね。なんていうの。賢さは関係ないから、防御力はね。バギーラ。攻撃。一回戦でこれか。ギラ。よし。よし。最後のボギー。ザバス。いいよ。死の奴隷っていう。あ、違う。スライムカルゴ。まあ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 、次も勝てんじゃない？これぐらいのレベルなら。まあ、相性もあるもんな、モンスター同士もな。第1試合の勝者はマスター X だ。あいつは驚いた。よし、勝ちましたよ。予想外のダークホース、次なる相手は。お、骨も残さぬ冥府の掃除人。ゾンビクラッシャー、ドロスボーイ。一応やっぱ名前はあるな、モンスターに。なんかゾンビ系やな。それでは第2試合、やっちまえ。まあ戦おうか。ドゥ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 。ちょっと攻撃力20は強いな。おお。相手側はちょっとなんかスピードが速いね。ギラ。よしよし。ザバ。ちょっと一旦目じゃ誰もしなくなったね。あっち側先行多いね、ちょっと。おぉ、真空切り。バギーラ。おぉ。よしよし、ああ、もう勝てるんじゃん。じゃあ勝てるわ。まあ、この状況下でも勝てるでしょ。こっちは回復役もいるし。まあ、勝ちましたよ。スカルライダーとかかっこいいな。ライダーってのかな。ね、バイク運転してるみたいな。飛ぶ鳥じゃないんや。すっごっ、昆虫やん。鉄壁の計算モンスターマスピートール。え、何このモンスター。なんかさっきのが強そうに見えるけどな。さあて、いよいよこれが最終戦だぜ。いくぜ、やっちまえ。へえ、どういう感じやな。何の技使ってくるのこれ。なんか魔法強そうやけど。刃砕き。攻撃力高いな、全体的に。メラ。まあまあ効かないな。うん。一番右は賢さ高いな。こっちは回復できるからな、一人。休み。ハートブレイクショット。ギラ。まあまあまあ。前提攻撃やっぱ強いな。やっぱりミス。ちょっと攻撃力が高いな。バイ。賢さが足りてないから、みんな。呪文が暴走した。ナイス。圧勝とまでは言わへんけど。まあ、勝てましたね。ということはこの G クラス優勝しました。謎のベールに包まれた魔族、マスター X だぜ。ありがとう。勝ちましたよ。これで配合ができるんだろうか。あとモンスターも捕まえやすくなる。この初級のところはね、このエリアのモンスターが仲間になりやすくなったよって。だからクリアしてからモンスター仲間にしてもいいし、まあ、仲間にできんかったら、そこのクリアした後に仲間にしていくっていうのもありなんか。そういう手もありか。ね。そうするとこう、まあ、効率の良さはちょっと微妙なのかもしれないけど、お前強いんだな、倒したとか、ね、で、中知れ渡ったとか、の方がね。優勝の商品だぜ。何もらえるの？黄色のトラベライトやん。また挑戦してくれよな。俺様は、
お前を応援することにしたぜ。これなんか別の場所に行けるんですよね、確かね。あのトラベルアイテムみたいなのがあると、このカノンじゃなくて女の右側の女の子を使って。優勝おめでとうにゃ。これであなたの名前はこのエリアに知れ渡ったにゃ。前よりもずっとずっと魔物が仲間になりやすくなるにゃよ。商品でもらった2つ目のトラベライト。そうやな、魔界に行けるのかな、これで新しい新たな魔界に行けるようになりますね。しかりにゃ、新しい魔界にはここより強い魔物がいっぱいいるにゃ。早速塔に戻って次の魔界へと行ってみましょう。まあそうやな、次の魔界に行きますか。帰り、まあ、歩きながらちょっと魔物を調べ、お。ひとまずは順調のようですが、しかし不王の玉座はまだまだ遠い。もっともっと強くなるのです。なる誰？まあいいか。とりあえずあのまあ帰りながら。まあ、モンスター倒しながら、強くしながら、スカウトしながら、生きていきたいと。せっかくやから、なんかあのあれやな。行ってない道筋から行きたいよな。あ、なんか見たことないモンスターいる。何これ。フェアリードラゴン。フェアリードラゴンや、多分。フェアリードラゴンや。来た。スカウトします。おお、スカウトしやすい。え、嘘だん。スカウトしやすいやてん。もう一回いく？次にも 50% 超えたらいけんじゃない？うん、よいしょ。嘘、いかってん。嘘やん、嘘やん。あ、でもこっちちょっと強くなりましたから。フィアリードラゴンなんかちょっと強いみたいなネットで出たんやて。ちょっと欲しいな。なんか眠らせれるみたいなアイテム。捕まえておくといいよみたいな。うん。なんかやっぱ眠らせれるって強いからね。いない。いないな。うん、よこい。あ、じゃあ、し、あ、ミスった。フェアリードラゴン、あっち奥にいた。フェアリードラゴン、楽しかった。倒したかった。バギーラ。アウトブレイク。ゾンビ狩り。ゾンビ狩りはマジ魔界で強いね。ゾンビタイプも。よし。真空斬り。あれ、真空斬り使えたっけ？刃ドラゴン。まあいいか。OK、レベルアップしました。OK、スピードポイントも。あ、違えた。スキル悪いふりそうと思ったのに。まあいいや。どっちに行こうと思ったっけ？右に行こうと思ったね。右から行こう。フェアリードラゴン見つけたいけどな。いないな。キノコばっかやな。キノコは鍋にして食わなかんな。キノコ好き嫌い分かれるよな。よし、キノコ狩り。キノコ狩りは面白いな。懐かしいね、タケノコ狩りとか昔やったな。楽しかった記憶あんな。みんなで買ってきたっていうのは狩りに、ね、あのこう森の中とかで買ってきたタケノコをみんなで食うっていうのがやっぱ良かったやんな。懐かしい。お、なんか上にモンスターではないか。何これ。あ、ちょっと待ってな。これさっきゲットして、フェアリードラゴン欲しいって。よしよし、ゲットゲットゲット。今だ。よし、いいよいいよいいよ。え？なんで？いたまいき。いいよ、そうそうだ。ちょうだいちょうだいちょうだいよ、フィアリードラゴン、ちょうだいよ。
フェアリードラゴン。フェアリードラゴンは、まあ、まあ、応援をできて悪くはないのか。悪くはない。悪くはない。本当に悪くはないっていう感じなのか。これ何か休みブレイク代とか。ちょっとわからんな。これちょっとわからん。ランクも G。やっぱ G ってことは一緒なんや。まあ絶妙やなぁ。でもなぁ。この子。欲しい。ちょっとドラゴンって名前ついてるし。欲しい。イバラドラゴン。ほい。プチアーノンと入れ替えるか。で、プチアーノンは、この、おきっきちゃんと、スリーちゃんと入れ替えますか。ちょっと待ってな。これは、この子は今、スキル割り振りはいけんのかな。スキルは、所持溜まってんやん。あれ？とりあえずこれで覚えた。自然切りも覚えさせたいな。トップガード。HP8 アップか、微妙やな。コドラもちょっといけんじゃない？コドーラも。あれ？コドーラもスキルアップしていきますか。これが、何これ？え？何？何何何？離島行けてん。開けた。力の部屋。シーズマンは確かゲットしてたよな。ああ、まあ戦うか普通に。バギーラ。ギラギーラ。いいよ。ギラ。こっちもギラ使いますから。おい。ちょっとやばいんちゃう？ちょっと待ってな。これフェアリードラゴン、死にそうや。ちょっと待って。フェアリードラゴン、なんか、あれつけとくか、作戦つけといた方がいいな。フェアリードラゴン、多分、サポート頼む。命だ。回復できるのが、回復できるもんな。回復が今一人しかこっちにおらんから。いいよ。フェアリードラゴン。先手一緒や。一緒や。よしよし。おいみ、自分回復。そう、レベル上がるまでやね、自分回復させてほしい。オッケー、レベルアップしましたよ。いい感じじゃない？で、こっちに光ってるから、こっちから行けるんや。いい感じや。我ら旅人、世界一周するなり。よいしょ。これ、キノコちゃん、確かスカウトしたよね。したよな。まあ、ちょっと覚えてないな。キノコゲットした気もするし。まあいいか。とりあえず気にせず戦いますか。ギラギラ銀にさりげなく攻撃倒しました。よし、調子いいよ。 MP がヤイバードラゴン少ないね。もうちょっとあのキノコでかない。元からか。ここ入ってみる。
にかからんから。何これ、ダンジョン、アグルカの研究所やって。何やろな。マロは研究で天敵前出る、すぐに下がるがよい。はあ、なんだよな、ここ。何のお店ないの、何のお店というか、お店ばっかりじゃないと。おっと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 、怪しい薬。まあよか、なさそうやな。ステージには関係ない、どっかも知れないな、うん、そうやな。うん、なそうだね、関係なさそうかな。後々なんか出てくんのかな。まあまあ、ちょっと探検しつつルート開拓しつつね。ルート開拓しつつの、これは裏行けんのか。裏には一応いけるね。ビーム割っていこう。お、小さなメダルゲットした。たまたまや、偶然裏行ったらやから。これ落ちたら、あー、なんか落ちたらダメージ受けるとかないんや。落ちない、割と優しいゲーム。まあ、戦うか、戦おう。俺戦うぜ、バギーラ、ゾンビ狩り、これあのハートブレイク、これあのギラ。よし、攻撃ギラ。よし、いいぞ、いい感じやん。お、スライムこれで10なったやん。レベル10なるとなんか配合できるみたいな噂を聞きましたけど。右上を、これ落ちれる、落ちれるんや。まあ戦おうか。よしよし、刃砕き、ギラギラギンギン、攻撃、攻撃。お、ダメージゼロ。よしよし、いい感じ。ちょっと強くなってきたからね、味方も。スキルポイント一回割り振るか。スカラいらんけど、スカラつけるか。スカラって一人みんな強くなるっけ、ボケる。あ、これは抜けられへんやん。そっか。あ、お、ちょっと待って、こいつ強そうやん。ほう、じゃあこれはクンセンに使ってスカウトする。これを今だ。え、エヌキ無理やん。え、ダメな。え、86 98、ジパボリか。え、ごめん、逃げよう。一発陣やん、見た今。交代やん。じゃあんじゃて入れ替えの。いや、そのままルーラで戻りますか。ちょうど負けちゃったしね。あんな強いの、やばくない。今見た、ルーラ一発よ。だって一発けよ、
98って、しかも3回攻撃って、え、100100100でしょ。俺の体力100ぐらいのに1人ポンスターバリ強いやん。それはスカウトできへんやん。普通に戦っても勝てんやん。あれ、新たな魔界に行くにはロザリーヒルで魔法陣にトラベライトを捧げる必要があります。まずは村に戻りましょう。じゃあ村戻ろうか。上の方に行って、でもあれしちゃうの、目的。お、全回復した。そうなんや。ロザリーヒルに入ると、ここに入ると全回復するんや。何て言うか、ここが地下、ここが1階 ?2 階かなんかにワープツールがあったよな。ロザリーヒルに戻りますか。はい。で、この後に、あれをやるんやね、何て言うか。イエローなんとか入れるんやね。オッケーオッケー、到着したよ。捧げる、捧げました。新たな場所切るようになりました。ちょっとすみません、ちょっと水入れてきます。30秒ぐらい待ってください。喉がね、乾いちゃわないから。よし、戻ってきました。で、これで多分同じ魔界の中級に行けるのかな、それか次の魔界に行けるのかな、次の魔界の初級に行ける可能性もあるね。あ、でも新しい魔界って言ったわ。お疲れ。モンジーじゃない。あ、ってことは人間界だ。あ、配合を知りたいな。レベル10以上のモンスターだけ配合できると。ではな、配合場所は地下なんや。なるほど。いや、ちょっとだけ配合して、今回は次のなんだっけ、魔物じゃなくて魔界に行く前に一回見ようかなと。おお、ドゥ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 、よろしくな。配合、検索配合、何それ。生まれてほしい子供の条件から親の組み合わせ候補を検索できるやつ。ほう。ほう。一回、次 C にしてみる？ほう。ああ、そういうことなんや。そういうことね。生まれるモンスターのアイコン、金色のものは特殊な。アイコンが金色、特殊な組み合わせ、意外な組み合わせが見つかるかもしれません。サバダモンスターを仲間にしましょうということなんですけど、すみません、ここに来てこんなことはあれなんですけど、ちょっとめちゃめちゃお手洗い行きたいんで、ここで一回やめます。で、次回はじゃあモンスター配合と、魔界新しいところ行ってやめていこうかなと思います。で、今回その3かな、その4次やっていきたいと思います。あ、プレイ時間また3時間18分だ。思ったよりやってなかった。はい、ということで、その次はその後やっていきます。ということで、いいね、絶好調、今日も最高者リバーの翔平でした。愛してるよ、ドラゴンクエストモンスター3、魔族と王子とエルフの旅でした。面白かった。